続いては北浜のいぶし銀のコーナーです。ゲストを迎えしています。内藤証券投資調査部課長の北原直美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。久々のご登場ということですね。そうですね、僭越ながら今日も登場させていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、あの北原さんはテクニカルアナリストの立場でもいらっしゃるので、はい、まあ、今の全体のこう全体感といいますかね、日経平均の居所をどういうふうに考えたらいいのか、はい、まあ、そこからどんなふうな今後の、まあ、展開になっていくのかということで、個別銘柄まで落としていただけるといいかなと思うんですが。かしこまりました。はい、今の株価の位置を見るには、やはりその前に遡って大きなトレンドを見る必要があるんですよね。はい、で、2016年から始まった上昇トレンドが今終わりまして、まあ、昨年12月の安値まで下げた場面がありました。はい、で、今はそこからの戻り で、はい、でこの上昇トレンドのこの中の、高値、日経平均だと18年10月ですけれども、ね、はい、この高値から18年12月の安値、はい、この、安値、この下落幅までの戻りで、はい、半値戻りを達成しましたねということで、まあ、先週こう、ね、あの半値戻りを達成したということが言われたわけなんですよね。ざっと5000円ぐらい下げて、で、ね、で2000円強戻した、戻してきました。で、まあ、下落幅に対して半値戻すと、そこまで戻す力があるんだから、まあ、前年まで戻してもいいんではないかという、まあ、期待を持てる水準までやっと戻してきたところなんですが、今足元の外部環境の悪化がまた取り立たされて、再び 50% 達成した後反落しているという状況にあります。半値戻りは前年戻しと相場格言でね言いますけれども、言いますけどね、で、1年前の2018年3月の株価と比べると、足元日経平均株価、そこは上回っているんですよね。うん、ですので、まあ、そこはまあなんとか維持しておきたいなというところにはありますね。はい、はい、これが日経平均の、これが日経平均ですね。はい、じゃあトピックスの方も見ていただきましょうかね。はい、トピックスはですね、同じくトレンドの時期は一緒なんですけれども、2016年6月から始まってるんですが、はい、このトレンドの中の高値をつけたのが、トピックスは18年の1月なんですね。はい、で、安値をつけたのは、その後の安値が18年12月で、それは一緒なんですけれども、この下落幅に対する戻り、トピックスは3月の4日時点で 43% の戻りと、日経平均より戻りが弱いんですよね。で、それというのは、やはりそのトピックスを構成する時価総額の大きい自動車株だとか、はい、銀行株の戻りが弱いことが、まあ、原因の一つだと思うんですけれども、自動車株はやっぱりEU の、ね、合意なき離脱がこうあると、メーカーさん そのサプライチェーン この、ね、変更もあるかもしれないですし、銀行も今の金利の利上げ一旦休止というのもあるので、なかなかこう利ざやの改善というのが出てこないと、そういったことが要因であります。ですから地合全体はまだこう前年まで戻るようなところまではトピックスから見るとまだ見られていない、はい、というのが現状です。全体ではなかなかその戻りの力がまだパワーがないというところですかね。そうですね、はい。そして、これは価格帯別で来たか、はい、今申し上げたその下落幅の期間で、どこで一番こう取引がなされたかというのを表したのがこちらなんですけれども、日経平均が10月から、トピックスが昨年の1月からということで、はい、まあ、ここにこう価格のこう累積があるところが、まあ、上値抵抗になるとまあいうふうにまあ申し上げるのと同時にですね、あとはやはりその終値ベースで一番取引がなされたということなので、まあ投資家の値覚えの価格水準というふうに見てもいいと思うんですよね。そういうことですかね。ですからやはり意識されやすい価格水準ということで、足元の株価はその累積の一番大きいところ、日経平均だと21,700円台で、トピックスだと1610ポイントのところより今現値はそこよりも低いですから、はい、やはりその投資家の伸びは、投資家はその値覚えよりも今の価格が低いということで、やはり投資マインドもあまり強まっていないということで、戻り売りには押されやすいのかなというふうに、はい、思います。これ辺が当面壁になりなるかもしれませんね。ちょうどここが日経平均 50% の戻りの水準ですので、もう一度ここまで戻るかどうかというのがテクニカル的なポイントの一つになろうかと思います。わかりました。はい、
そして次は需給のお話ですけどね、はい、やはり戻りの弱さというのは意識されると思うんですけれども、海外投資家が今現物でこう売り越しているのは毎週こう出ていますよね、はい、主体別売買予告、主体別 で地域別に 見るとやはりそのオイルマネーとかヘッジファンドがこういっぱいいると言われる、欧州の投資家の買い越し額というのはやはり減少傾向にあるんですよね。あ、はい、でこの赤いのがヨーロッパですね。この赤いのがそうですね、まあ、これも結構売り越し幅が大きいですね。大きいんですよね、なかなかこう本当にいい相場だったら、こう現物をこう買い越してくるわけじゃないですか、この2016年の時のように、はい、なかなかそうはならないというのは、やはり今のその地合いをこう表しているのかなというふうに思います。ですね、はい、これの売り越しがなお続いているということですね。そうなんですよね、ここが改善されるかどうかというところも、はい、見たいところです。まあ、そうですか、はい、そして、では当面日経平均はどんな動きを示すのかっていうところなんですけどもね、1ヶ月間 の短期間の平均売買コストを見る25日の移動平均線を中心にして、はい、株価がそれに対してプラスマイナス 5% の範囲で動いているのが一般的な、このなんていうの、大きく相場が揺れない時の株価が推移している範囲なんですよね。これ昨年の年明けからの期間でデータを示してますけれども、でもこの水色の丸で示したところあると思うんですが、時折こう株価が25日線に対してマイナス 10% の水準までこう下げるところがあるんですよね。この一番外側を走っているのがマイナス 10%、 こちらはプラス 10% ですね、はい、で中側に走っているのがプラス 5%、 マイナス 5% で黒が日経平均株価になります、はいはい、でこの一番左側の水色の丸印は18年12月のアメリカの金利がこう上昇した時に株価がこう売られた局面ですね、はい、で次の真ん中の水色の丸のところが10月の米中貿易摩擦の激化、はい、それが嫌気されて米国株価ぐんと落ちたところで、ね、で記憶に新しい18年12月、これ12月のクリスマス、はい、クリスマスのところです ね、飛んだクリスマスプレゼントでしたけれども、ですね、はい、アメリカの政府機関の閉鎖で、政府の運営に対する、不安感もあって株価が下がって円高が進んだと、そういった場面でした、はい、ですから、今の株価からマイナスの 5% のところまで下げるのは、想定の範囲内だろうというふうに思うんですね、うんうん、3月の8日時点でマイナスの 5% の水準は2万161円でしたから、はい、2万円のところまでは、下げても過去の流れから見ると、おかしくないと。ただアメリカのこの政策、突然こうどうなるかわからないというのもありますし、政治の外部要因が突然変わるということもありますので、そういった時に、マイナス 10% まで下げることも、想定しておいてもいいのかなと。マイナス 10% のところは1万9100円のところなので、ここまで下げたらちょっと大波乱ですけれども、シナリオとしては一つ想定はどこかでしておいてもいいのかなと、はい、ということですね、はい、というふうに思います。そして株価に影響の大きい為替ですね、はい、円安ドル高の基調が、続いていたんですけれども、足元ではやはりこの景気の原則懸念から、その原則がこう現実になってきたということで、だんだんこう円高のリスクオフのムードが続いてまいりました。で為替と株価の動きというのは相関性が、高くてですね、はい、次のちょっと資料を見ていただきますと、ここですね、はい、こちら R1 に近いほど相関性が高いということで、0.90 ということで、かなり相関性の高い動きが見られていると。はい、ただこの円高基調なのに、今日はちょっと株価も若干上がっているということもあるので、ちょっとこの相関性も崩れる可能性もあるということで、リスクオフのちょっと円高基調というのは警戒しておきたいなというふうに、はい、考えています。円高警戒、円高警戒、全体としては警戒、はい、ということですよね。戻りの途中の、一つこう警戒というところで、足元で、はい、そのように見ています。その円高の流れの中で、はい、むしろ活躍される銘柄というのもあるんですよね、はい、神戸物産といって輸入食材を主にこう輸入食材をこう
入れて、で業務スーパーという個人でも使えるスーパーを展開している企業なんですよね、うん、でやはり輸入するということで円高メリットの銘柄のある一つです。で、1月の業績を見ていただきたいんですが、次のページ見ていただけますか。はい、1月の業績、売上高が前年同月比 9% 増、営業利益が 34% 増と、うん、すごくいいんですよね、うん、でそのこの企業の強みというのは、フランチャイズを展開するときにその店舗の出店のこの負担というのは本部ではなくオーナーさんが持つと。であと、はい、オーナーさんが本部に支払うロイヤリティも仕入れ額の 1% と他店よりも低く抑えられていると。はい、はい。あと生鮮食品ほとんど取り扱わない、全く扱わないわけではないんですが、うん、ほとんど取り扱わないので食品ロスが少ない。うん、あとは自社工場を使って PB 化する商品の割合が業務スーパーの売上高の3割を占めてきているので、はい、利益率の高い体質が出てきている。うん、そういうこともありまして既存店の商品出荷額もずっと100超えと、そうですよね、強い数値が出ています。プラスが続いて、はい、3月14日に決算発表がね、第一四半期がありそうなので、まずまずの数値が出てくるのでは、今週ですね、そうですね、ではないかなというふうに思います。で株価上昇基調継続です。出来高の減少はねちょっと気になるところですけれども、はい、外部環境それから市場環境を考えると安いところではこう拾ってもいいのかなというふうに思います。そこに来高値圏であります、はいはい、セミナーのお知らせをいただきましょう。はい、3月の14日弊社本社でですね、第1部第2部に分けてセミナーを開催させていただきます。15日ですね、ごめんなさい、15日の金曜日ですね、はい、第1部が相続関係で、第2部が株式相場の見通しということで、1部は河本、そして2部が田部井が講師をさせていただきます。一つ、はい、次が3月22日金曜日、こちらが和歌山県田辺市で、田部井のセミナーをさせていただきます。お申し込みは各支店まで、ご連絡いただければと思います。はい、わかりました。はい、北浜のいぶし銀のコーナーでした。北原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。